それほど関心はなかったけどこれ雑誌の企画というか取材で会う必要が出てきたそうですねゲーム雑誌の取材だったんです僕がいろいろボードゲーム集めてあカナビででボードゲーム番組のボードゲームとかなんでそれに出した人とかを取材するみたいなコーナーだったんですけどだんだんボードゲームのネタも尽きてきてテレビゲームも見れようとファミコンとかになったんですけど今回ゲームも出してないカイヤさん ですね、あの川崎貝屋さ,さ,さんの奥さんを取材することになりいろんなしがらみがあったみたいなんですけど、えー、あその雑誌としては正直ね <laughs> あの取材の意欲が全然湧いてこないわけですよ ワイドショー的なああいうね、キャラクターにはそんなに興味はないし。まあね。まあいいよー的な。でも格闘つながりがありそうな感じですね。すあハッスルでね、プロデスデビューしてて。まあそのぐらいなんですよね。そのぐらいのハ的な部分は。そうなんですよ。ものすごい低くて、あの、ここ数珍しいんじゃないのそうですね。ここ最近の取材で多分一番下調べしなかったぐらいだったんですよ。あの 本はちゃんと読んだんですけどねそれ偉いじゃないそれだけでもねまあ川崎真優さんの著書2つあ川崎さんから来るか僕の明日というこれ16歳の時に出した本いやジャニーズ時代だからすごいこうサイン入りサイン入りですねすごいジャニーズっぽいです本当なジャニーズっぽいねただ中身全然面白くないんですよあそうしぐらみのせいか一切刺激なことは書いてない写真が本なんですけどねそれが20年後川崎真優さんがねマガジンハウスから出した「海外」へ これは知ってるな結構話題になりましたこれはねこれほど憎みこれを大した女いないそれがカイアだって上に書たあの愛よりも憎み部分が中心になってる本であそうなんだやっぱりかなり刺激的ですこっちはへえカイヤさんは僕アンチエイジングの本ぐらいしか持ってないんですけどねイーストプレスのああなるほどねこれは一応おしゃれ本みたいなもんですね2002年の実用そうですよね それぐらいしかしね、調べないで、取材することになってたんですけども、取材当日ですよ、ええあの。その日の昼ぐらいに、甲斐さんの,のお母さんが死んだという、うん、<laughs> 一報が入り、あら<え>。これ取材飛ぶんじゃないかぐらいの。えー、で、やったとしても多分相当重苦しい空気になるだから。ね、また、なんというタイミングですかね、うん。もう飛ばしちゃった方が多分お互いのためにもいいだろうぐらい思ってたんですよね。うん。ねあの、すごい無理して取材受けるよりは。うん ままたた後日にししょうみいなお母様があれだったらああいう方はちょっとねショックでしょアメリカにまずそこ帰るという話なんじゃないので取材の直前にも記者会見で泣いてたっていうのもあってこれは大変だと思ったら会見があるから遅れるって言われて30分ぐらい遅れてきたんですけど本当にごめんなさい遅くなっちゃってみたいな。 もういや謝る必要ないでしょって話やねん。まあそうだよね。そういう不可抗力だから。むしろこんな日に取材組んじゃった僕らの方が悪いって。まあね。何とも何とありません。でもこっちが謝って。こっち謝って。もう本当にもうねこんな時にこんなバカバカしい人で受けちゃった本当にもう。ないですって言ったんですけど。それお互いそういうこと言ってもう。低身低頭。いやいい人なんですよ本当に。腰低い。常識的な。 足長いいいけど腰は低低ですね本当にね遅くなっちゃいけないと思って車飛ばそうと思ったんですけど私の車ってもうね車のねずっとプリントされてるの「カいやカいやカいや」ってだから割り込みとかもできなくてそんな車どうですか今お店やられてるの多分その絡みだと思うんですけど割り込みできないから急げなだけでしょうああかわいいよねまあねちゃんとされた高いですよすごいイメージよく車見てみたいねどんな車かね 本当鬼嫁キャラとは全然違う鬼嫁キャラだよな全然違うんですけどとなると99年出した「かいあえ」これに書かれているこの鬼嫁っぷりは果たしてどうなのとそういう疑問が湧いてくるんですけどどんなことが書かれてるかというとワイドショーとかのよく言われているような話ですよね僕たち夫婦はしょっちゅう喧嘩をしている普通の夫婦以上に喧嘩をしているだろう激しい喧嘩で殴り合いになることもしょっちゅう である夜夫婦で大喧嘩になり興奮したカイアは怒って家を出て行こうとした<ー>車を止めようと駐車場から出てきたカイアの車の前に僕は両手を広げて立った<う>だが車は止まることなく進んできたあ<ら>そのまま僕はボンネットに飛め乗って両側のサイドミラーをしっかりと握ったおいおいおい止まるかなだが車は止まらないあららそのままハンドルを切られて地面に振り落とされてしまった その瞬間ミラーが割れて右手から鮮血がほとばしりと今も右手の指に残る傷跡はその時ミラーが割れて深く刺さった時にできたものだあらららららえアクションシーンこれ <laughs> ダ,ダブセルセブンの映画ですよねカメラ回さないともったいないよっていうぐらいのの <laughs> そう,そう。どっかから撮っててよかったのね、えー、それ家庭でやることじゃないっていうすごいなこれいきなりボンネットを上に乗っちゃってまあ車ですからね<っ>本人は何もやってないっていうのはこれはね いやまあそうだけどさこれ交通事故になるよね十分まあ犯罪に近いぐらいの犯罪に近いですさらには朝目が覚めると両目が動かない両目の角膜が剥がれていますので病院の診断では疲れとストレスが原因でそうなったというまあその夫婦間のごたごたで両目動かなくなったその夜些細なことで例によって夫婦喧嘩になり後頭部をぶつけられて僕の頭部が割れて失血してしまった今も後頭部にその時の傷跡が消えずに残ってね証拠が必ずある なか,なか抑えてますよねね、はい、ちゃんと、ね証拠がうん、緊急車で病院に運ばれながら <laughs> 薄いく記憶の中で僕は思っていた、はい、このまま僕たちは一緒にいたらどちらかが殺されてしまう。う すごいなこれあのミストミススミスみたいな話だよねなんか自動小銃ぶたらさないだけだよ映画ですよね完全に映画だよねなかなか家庭で行われることじゃないことじゃないですよねと思ってたんですけどねそういうふうに書かれてるわけでご本人にね本当暴走戦士的なイメージで見られてますよねっていうに話したら本当それが驚いちゃうっていう私は本当ね人を傷つけないように生きていかなきゃいけないっていうモットーで実は敬験なクリスチャンで本当に 結婚までセックスはいけないとかそういうふうにセックスすらいけない付き合う人はねそこまでやっちゃいけないとか本当そういうふうに綺麗に教わってきて両親にそういうのを真面目に守ってきて日本に来てちょっとね踏み外しちゃったと言ってたんですけどそれまでは本当真面目にやってきて真面なクリスチャンはねどうなんでしょうかねんかいわゆる福音派なのかな松山さんが言うところのみたいなエヴァンジェリカルなのかなだからマヨさんがテレビに出るといつも私が暴力振るったみたいになってて意味わかんないあれっていう意味わかんない 殴り合いはしたことないですえしたことないの暴力とかそういうことは私は嫌い切れたこともないえ切れないのらしいんですよえじゃあ何ボンネットの上に乗っちゃってとか何それは何なのかっていう話じゃないですか分かんないねそれちょっと謎だらけなんですよですよでなぜそういうことになったのかっていうと元々芸能界デビューする前からこういうキャラクターになってたからもうしょうがなかった芸能界デビューする前川崎麻優さんの浮気の謝罪会見の時後ろに 茅さんが陣取って睨みを利かしてたっていうあのイメージによっていろいろね鬼嫁キャラになりなるほど毒舌キャラと化してった最初に来たのは日本に来たのはなんかあれなんだってマイケル・ジャクソンの一団とグループとかそういうふうに報道されてるんですけどそれは完全に誤解だって言ってましたねマイケル・ジャクソンのスタッフと仲良くて打ち上げに行ったら麻世さんもそこにいて ささんんにナンパれただけど最初はただのおカマだと思ってたっていうそういうやつですからねああじゃあまあ出会いのきっかけはそれだけであってマイケルがきっかけな彼女は来たのはんか仕事モデル業でやっぱモデル業で来たんだへえじゃあそれはまあ嫌われのキャラじゃどうかなんだけど私の記憶では「笑っていいと思う」のほらミニコーナーみたいなあれであれでつまりあのすごい の喧嘩するというかあれが初めて強烈にそのカイアのキャラクターデビューだったような気がするんだけどそれでいいのかなその前にもいろいろ特番で出てたんですよねああそうなんだスペシャはい。ただもう最初にそういうふうにキャラクターができたから急に嘘ですか嘘でしたとはテレビで言えないからそれから演技しなきゃいけない演技テレビ出たら演技しないとつまんないからエンターテインメントは大事だと思いますっていうつまりキャラクター演じてる らしいんですよ<ー>本人曰く<ー>ところがあの日本の、ねうん、視聴者の方々はなかなかそのギャップが分かんないから道歩いてても「うん、あなた旦那もっと大事にしなさいよ」とか「言うんだよ」って「あなた旦那も捨ててるんでしょ」とかすごい怒られて「<laughs> それテレビですよ」って言っても全然分かんないと。 全部信じてるからテレビのイメージ通りにそのまま思っちゃうからねだからこそ彼女がプロデス始めるっていうのは意味が分かるっていうか向こうのプロデスは完全にエンターテイメントとしてやってるじゃないですか日本でも発するっていうのがエンターテイメントとして始めてそこに入るっていうのは流れとして分かるんですよね日本はプロデスをだからシュート・ファイトだと見ていた部分があってっていう。 だそういうテレビでもそうだったんだろうなっていうやっぱり全てを真剣にやっぱマ,マジでやってるというふうに結構信じて見てる人は今でも結構やっぱり多いんですかだって甲斐谷さんがハッスルに出るってなった時も「大変殺されるよあなた」とかやっぱり言われちゃっ,たっ,て,言って,て「エンターテインメントです」って言ってなん、ね、ですよなるほどねだからその面白いですよ ね、ネタとして、うん、その彼女が対立してるそのモンスター軍の人たちが、うん、カイヤさんが自由が丘でやってるお店があるんですけど、うん、そこを襲うっていう。 あれ大変だったんじゃないですかって僕が振ったら本当ね一番ダメだったのはねトルコ人の店長に私が何も言わなかったことと私ボクシング練習行かなきゃいけなくて間に合わなかったからあとですごい来られたと要は何も聞いてないからあそうか店長はそういうプロレスの一つまあいわゆるイベントですよねそうですね知らなかったんだプ突然屈強なプロレスラーがマスコミきついで現れて中で暴れ始めて何が起きてんのか分かんない日本もよくわかんないそれはちょっと110番したんじゃないの下手したら 申したっていうそりゃねっていうただでもねこういうふうに要は事前にこういうのが起こるっていうことを言わなかった言わなかったことを申し訳ないと思ってるって言ってること自体ちょっとプロス的にはやばいというかギリギリの発言のようですよ逆に言えば来ることしてたんじゃないかっていうのはまあそうだよねんって打ち合わせして甲斐さんよく怒られるらしいんですよ小川直さんとかにそこまで言わないでいいとかってプロス的に ええ、だどう日本の場合はそういったところのなんかこうスリルというか、ええ、本当にもう,こうあからさまにシナリオ通りみたいなこと言っちゃうと、ええ、やっぱりこうなんか夢がなくなるみたいな。シナリオあるんだけどもどもっか アドリブで崩れたりするのが面白いっていうのがプロレスのいいところなんですけど、うん、その緊張感がなくなっちゃうと面白くないんでしょう、えー、やっぱりねそこまでもなかなか言いづらいっていうのがあってっていう違会はそれ平気でまあだからこれ取材だからゴーちゃんの前ですごい言うんじゃないの、えー、だあれなんですよいやだから取材だからを気にしながらも言ってるんですけどね例えばその興行の時に試合の前に彼女の車が壊されるっていうのがあったんですよ壊されるっていうのがあった、えー、あれ <laughs> あれ、かいやさんの車ですかって僕は、まあ、<laughs> 野ぼなこと聞いたんですよ。<laughs> しばらく無言になっちゃって、<laughs> 私の車。<laughs> 私よく怒られるのよ、本当こういうとこで。<laughs> <laughs> なかか <laughs> なるほどなるほど、ええ、なるほど面白い面白いんですけど、えー、じゃあそのね真悠さんが書いたこの「海夜」絵。このその一部始終はさっきのねボンネットに、ね、飛び出らなきゃいけなかったような話とかっていうのはこれはどう考えればいいの、ええ、そうなんです発する以上にガチな気がして書いてることはでもそれが書かれてるのは本当なのか否か<う>謎だらけじゃないですか<う>でかなりきついこと書いてあるんですよ実はちょっとあとで時間あったら言いますけど、ええ、で、ええ 一体何なのかとでこの本読まれましたって貝ヤさん漢字読めないんですよだから読んでいないだろうけど内容ぐらいは聞かれましたって聞いたら実はマ悠さんが貝ヤを1年かけて書いたことも知らなかったと発売の1日前に知ったらしいんですしかもマ悠からじゃなくて私の事務所から私の名前がタイトルのように聞いてなかったああ夫婦の間ら何のそういう会剖も何もないんだだからびっくりね人生楽しいねって言ってました <laughs> <laughs> それは,あのそれはあの欧米人が言う皮肉ですよね、もうね、強烈な皮肉ですよ、ね。正直、その夫婦関係の微妙さについてはガチだなという気はしましたね。そ,そこだけはしましたね。そうなんですよね。中で、あのマ矢さんが書いてるあの発言というの結構えぐいんですよ、うん、いや僕はタレント業で、カイやがどれぐらい稼いでるかは知らない、ない今まで通り電話代も光熱費も、カイやの携帯電話代も、カイやの車のガソリン代も、カイやの自動車保険代もすべて支払うのは僕である、うん、カイやの貯金は貯まる一方であるとか。 そうかマ矢さん自身が払ってて<ー>で貝弥さんは貝ヤさんが実はやってテレビに出ることを真さんはすごいよく思ってないあ思ってないのですよ貝弥さん実はすごい九州男児で<ー>あの、ね、女はちゃんと日本あの家にいなきゃダメだそれはなんかどっかでっテレビおっしゃってました、ね、ってんですよでそれをずっと騙しだまし<あ>あの最初に あの子供が幼稚園入るまではダメだって言われてて、うん、幼稚園入ったら小学生入るまではダメだ。うん、で、小学校入ったらあの、今一番難しい時期だからって言われて、どんどん伸ばされて、うん、で、一回嘘で、あの、騙しで、一回だけだからって言ってテレビ出て、そのままなし崩しでやってるんですよ、実は。はい、うん、<ー>はいはいはい。ね。だから、お店やるのも、本人に言うと、 舞さんに言うと絶対止められるから、はい、全て全部決まって1日前に言うようにしてるていお互いに1日前じゃなんですそうなんねすごい微妙なんですよそこはまたそれは結構ガチンコなんだじゃそうなんですだハッスルに出ることになった時も当時の報道とかだと前はも応援してくれてるって言われたんですけど応援しないですよねって聞いたらそうだからこれも完全に決まってから1日前に報告してくて <laughs>、えー、は <laughs> なあ<ん>なるほどなるほど何か緊張関係で <laughs> スリングなんだなただ海谷さんがいい人で ねまあ、マヨさんが多分いろいろね、うん、そういうふうに作ったんだろうなっていうような結論にけてありましたね。ああ。麻代さんもインタビューした気になりますよね。そうそう立体的にしちゃいますとね。 でこれ結婚したのってそもそもなんなんかどういうい理由なんですかできちゃったことなんですけどこれもまあ結構えぐい話で貝谷、うんね、さんは自分の体の中に i o d という T 字型の細長いスティック状の子宮に蓋をする避妊器具をつけていたから、うん、99%妊娠の心配はない副作用もないと言われる <laughs> 僕は安心していた、まあ、つまり安心して中に出したぐらいの感じだと思うんですけどそれ <laughs> できちゃったから。 でしかも、かイやさんが仕事辞めてこのまま産めばいい結婚しましょうって言い出したからこいつはものすごい軽い考えの女なんだと思って怒りが湧いてきたとか<ー>俺はなんと非常識な女と出会ってしまったのかとかか,かなりえぐいことを書いてあってアユディは一部アメリカの女性に結構ポ,ポピュラーでなんだ最近やっぱりすごく減ってるらしいですけど、ねはいうん、完璧じゃない、ね、完璧じゃないなるほどなおかつこ、まあね、んな取材が終わったときにかイやさんが「本当に楽しかったですありがとうございました、えー、仕事のためにすごく勉強するのね素晴らしい感動しました」 私も忘れてることばっかりですごいよって言われて、すごい申し訳ない気持ちになすいませんでした。いやー、でも、あのね、イメージと。多分、皆さん、その、ワイドショー的なキャラクターのままで、ね、よく着れるんでしょみたいな感じで話聞いてると思うんですけど、多分、そうじゃなかったってだけで喜ばれたんだろうなっていう。なるほど、なるほど。そうか。まあ、お二人の関係だけはちょっと。こは分からない。気になりますね。気になるところから、ぜひ今度、じゃあ、マヨさんと。マヨさんサイドからのも一つ、よろしくお願いしましょう。はい。 えー、えということで本日のコラムニスト、喋る墓嵐、吉田剛さんでございます。ありがとうございました。